勢いは1回まで。そしてスタンドの皆さん、今日のヒーローは勝ち越しホームランを放ちました松田選手です。お見事でした。はい、どうもありがとうございました。先頭打者で迎えた打席でした。あの打席どんな意識で入りましたか？まあ、同点だったんで、とにかく塁に出ることを意識してね、1打席目にヒットが出たんで、気楽な気持ちで、打席入ってホームラン打てたんでね、良かったと思います。打った瞬間手応えいかがだったんでしょうか？反対方向だったんですけど、打った瞬間、自分らしい、ね、打球が飛んだんで、もう入ったと思いました。本当に首位争いをしている中で松田選手の一振りでチームが勢いつきましたね。昨日ね、長い試合で、負けてるんでね、今日は何としても勝ちたかったんで、そういう試合にね、ホームランを出て、非常に嬉しく思います。本当に松田選手が打つとチームもファンも盛り上がりました。はい、めちゃめちゃ盛り上がってるのでね、また明日も、カード勝ち越しを、ね、目指して、チームみんなで頑張ってきたと思います。これでチームは順位を入れ替え首位浮上なんです。そうですね、首位に立てたってことはね、嬉しく思いますしね、これをね必ず守れるようにね、残りの試合も一試合一試合チーム全員でね勝ってきたと思います。それでは最後にマスター選手に締めていただきたいと思います。どっち向いてやるの？はい、じゃあ、まあ明日も、一生懸命頑張りたいと思います。はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは松田選手でした。もう一度いきますか。松尾の2本締めでした。松田です。自身7月7日以来の今日のホームラン、4回勝ち越しホームラン、決勝打になりました。松田のヒーローインタビューでした。この人が打ちますとチームもそして球場も乗ってきますから。